日本の西に浮かぶ五島列島。合掌。いただきます。やっぱり自分のことは自分で鍛えんばですね。他人に任せたちどうなると思います。犬塚虎を虎さんの愛称で呼ばれている。私の家はうどん屋さんで、毎日5時に起きています。そしてうどんの仕事をします。家族でうどんを作る。トラさんは子供の教育にも役立てているのだ。親が子供に対して教えたいことをこういったものとして教えてるってだけで、成績がいいだけじゃなくて人の気持ちを考えきるとかね、お金はこんなしてこんな思いをしないと稼げないんだ。一緒に仕事して一緒に遊ぶ。旅立ちの朝、お父さん行ってきます。もう帰ってこんで行って。はい。分かってダメなんですか。ちゃんとそういうの考えて、自分が動かんもいかないんです。親は年を取り、子は巣立っていく。父さんありがとう。本当にありがとう。寂しかないか。親子の葛藤、喜び、別れ、家族の風景、寅さん一家の22年。山のふもと煙吐いて列車が走る。